姫様、気持ちよさそうにお昼寝中です。大好きな猫たちと遊んでいる夢でも見ているのでしょうか。それとも布団の柄にあるバッファローと戯れる夢でも見ているのでしょうか。とても力強い夢ですね。さて、姫様は赤ちゃんですので、どこでも寝てしまうという特技を持っていますが、いつも決まっているのは隣にママがいる。これが姫様のベッドの条件。やはりママが近くにいると安心して眠れるようですね。お目覚めのご様子。バッファローと戯れるのがよほど楽しかったのか、ご機嫌のようです。ちなみにママは爆睡中。日頃の疲れが溜まっているようですね。ゆっくり寝かせてあげましょう。ところで、我が家の3匹の猫たちも各々お気に入りのベッドが決まっています。ワビちゃんのお気に入りはここ。潰れてしまっていて分かりづらいですが、カピバラさんのぬいぐるみの上です。カピバラといえば、可愛い見た目とおっとりした性格からは想像がつきませんが、実は世界最大のネズミの仲間。普段猫が飼っているネズミはもっと小さいものですが、最大サイズのネズミに対しても自分の方が上だと己の力を誇示しているようにも見えます。ただこんな可愛いネズミ相手に誇示されても反応に困ります。サビちゃんのお気に入りはここ、高温多湿を避けた押し入れの中です。ちなみにベッドになっているこれ、もともとは何かというと猫ハウスです。なぜか入るのではなく乗る、しかも2つ重ねるという贅沢なベッドとなっております。ちなみにこれ、たまに兄弟兼用になります。兼用自体に問題はないのですが、ワビちゃん、そのポーズ合ってる？兄弟水入らずとはいえ、さすがに猫にももう少し恥じらいというものがあるのでは。まあ気持ちよさそうだからいっか。お邪魔します。ゆきみちゃんのお気に入りはこの空中庭園ベッド。さんさんと降り注ぐ直射日光を存分に堪能することができ、日向ぼっこと高いところが大好きな猫にとっては最高のベッドに仕上がっております。ちなみに外から見るとこんな感じ。リラックスしたゆきみちゃんをくまなく堪能することができ、私にとっても最高のベッドに仕上がっております。さらに副次的効果として、もし仮にコソ泥が来てもこの姿を一目見ようものなら、その可愛さに当てられて犯行を思い直してしまうという防犯効果も併せ持っております。しかし改めて見直すと、本来の用途でベッドを使っているのってゆきみちゃんだけなんですね。本当に猫って自由が服を着て歩いているような生き物です。ちなみに私の寝床はこちら。家族みんなで寝ていると思いきや、私だけ猫部屋に布団を敷いて寝ています。その理由は、いびきがうるさくて姫様が起きてしまうから。ああ、無情。なぜ私はいびきをかく人間に生まれてしまったのか。こればかりは仕方がありませんが、なんか悔しいので、今日は私用のセカンドベッドをこっそり購入してやろうと思います。この猫部屋へ設置しようと思いますが、何か嫌な予感がします。ちなみに私の嫌な予感、大体当たります。
てっきりもっと大喧嘩が起こるかと思いましたが、早い者勝ちで場所が決まるのは人間の電車と同じ。猫界にもそのルールが適用されるようですね。ということで、猫たちの新たなベッドをめぐる仁義なき戦いは、それぞれの居場所を見つけることで一応解決したようです。それはいいのですが、わびちゃん、そもそもそこ私の居場所なんですが。それでは本日は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバイ。